皆さんこんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。ワークマン社外取締役のサリーです。今日はですね、2024年秋冬のシューズ&小物編でご紹介をしていきたいと思います。他のメンズのウェアや、レディースのウェアに関しては別動画ですでに、私のチャンネルの方で上げておりますので、今回ね、靴とシューズと、グッズ見ていきましょう。はい、最初はこちら、大定番の防寒ブーツケベックでございます。価格が2500円。あ、ちょっとやっぱりね、値段も上がってきたんですね。もうこれは仕方ない。で、レオプットの抗菌防臭中敷きを使って4センチの防水、あとは本体のところは撥水、そしてとにかく軽量で使いやすいというところで、もうね、本当冬の定番の、お安くてしかも暖かく使えるブーツとしての大定番のブーツでございます。続きまして、こちらも定番の氷雪耐滑防寒ブーツケベックネオ、2900円でございます。こちら底がすごく滑りにくい、あのガラス繊維がね入ってる、ソールを使っておりますので、雪や氷の上でも滑りにくくなっております。カラーはこちらの2色の展開、スキー場に行くときにもね、あの便利なシューズになっています。続いてケベックショート2500円。ライトサーモの蓄熱中綿を使用していて、表面は、高撥水加工となっております。ちょっとね、なんかスウェードのような感じの素材感が、気持ちいい、そんな、生地感となっております。底の感じはね、もうケベックと一緒なので、名前としてはケベックショートになっているということです。続いてこちら、コーデュロイモックシューズ2500円。こちら 3M 社のエコ中綿を使っており、高撥水4センチ防水というシューズになっています。表面のね、コーデュロイが可愛らしい感じですが、これが撥水するってね、なかなかすごいですよね。去年もあった人気のシューズが今年も登場です。こちらはレイキャビク氷雪耐滑防水シューズ2900円。こちらもね、あのすっきりとした短いショートタイプの丈で、ソールの方はやっぱり氷や雪に強い、そんな滑りにくい防水のシューズとなっております。はい、こちらちょっとね、資料に情報なくて話せないんですが、まあ、長靴みたいな中にボアが入ってて、暖かくて軽いめのシューズです。こちらは防寒防炎キャンパーモック2500円です。こちら火の粉が飛んでも燃え広がりにくい素材が使われておりますので、キャンプの時にもぴったり、さらにこのちょっと幾何学模様のね、刺繍みたいな感じのもすごくね、おしゃれな一足になっております。続きまして、防水シューズフロストハイク1900円です。極限まで縫い目を減らし、雨や水が侵入しにくい設計になっており、4センチの防水のシューズとなっております。はい、そしてこちら、本格的な登山にもぴったりなトレックシューズアジム4500円です。ちょっと先ほど冒頭に出てきた、なんかあの靴下のようなね、ああいうシュッとしたあの防水の、中に生地が入っていることで、中に水がこういう風にね、あの侵入しにくいような、加工になっております。アウトドアやレジャー街歩きにぴったりな、タフなシューズ、トレッキング、実際私もねこれ履いたりして山に登ってまいりました。そしてこちら、ローカットバージョンのトレックシューズエンギル、こちらは3500円になっております。こちらはローカットなので街でも履きやすいデザインに加え、カラーもこれの他にメサグレーというグレーっぽいね、お色も出ております。こちらはトリコットサボシューズプラス、価格が1500円です。かかとがね、踏めるのでささっとあの出入りもしやすい感じ、ちょっとね、作業靴に、分類されるタイプのシューズになっております。こちら冬になるとめちゃくちゃ売れるシューズ、トレッドモックエコ1780円です。かかとを踏んでも履けるツーウェイのシューズ、さっと履けてキャンプやワンマイルのお出かけにもおすすめです。今季は新色でグリーンカモやオレンジなどカラーも豊富に出ております。こちらはディアテックススリッポン、価格が1780円。足元があったかシューズのディアテックスと呼ばれる、ファイバーシートを使っているあったかシューズです。さっと履けて便利なスリッポンなので、男女問わず履いていただけるものになっております。カラー展開も豊富ですよ。続きまして、ヘアルームブーツ1280円です。こちらお部屋の中で履いていただける、足首までねすっぽり暖かく包んでくれるお部屋室内履き用のシューズとなっております。毎年大人気でね、今季も新たな色を揃えて発売です。メンズサイズとレディースサイズがございます。
続いてこちらヘアルームシューズの方ですね。同じく室内履きですが、丈が短いショートタイプのものになっております。こちら中がね、ブラックアルミでさらに暖かとなっております。続きましてアスレシューズエピオン1500円です。もともとあった、アスレシューズのベストセラーモデルが進化して登場いたしました。もうこの1500円というね、圧倒的なコストパフォーマンス、さらに軽量で、片足 220g と、非常に軽量になっております。男女ともに履いていただけるユニセックスのモデルとなっております。でこちらはアスレシューズマジック、こちらも1500円です。ガバッと開く面ファスナーで脱ぎ履きしやすいタイプとなっておりまして、ブラックとグレーの2色展開となっております。続いてキャンバススニーカー980円です。もう永遠のね、定番のスタイルで、さらにかかと部分がダブルクッションで、さらにふんわり履き心地もね良くなっています。それではここからバッグや小物などを見ていきましょう。はい、こちら画像に出ているのがベーシックシリーズですね。すでにトートバッグとバックパックに関しては発売済みで、ボディバッグだけが9月頃に導入予定というところになっています。まずこちらベーシックバックパック、価格が2500円です。コーデュラポリエステルを使い、さらに YKK のタフジッパーを使っているところで、かなりね、日常の激しい使い方にも耐えられるような感じになっております。でスリムな見た目ながら2機質になっており、高い収納力を誇っております。さらに背面のところ、クッション入りのパソコンを入れられるね、スリープポケットもついていて、カジュアルではもちろんですが、お仕事でも使えるモデルになっております。でこちらベーシックボディバッグは9月発売予定というところで、価格が1900円、容量が約5リットルとなっております。こちらも YKK ファスナーコーデュラーを使っており、かなり耐久性高いモデルになってますね。すごくシンプルなデザインながら、本当にコーディネートにも合わせやすく、さらに2機室になっているので、見た目以上にいっぱい物が入るというのも嬉しいところですね。こちらはスプリットトートバッグ、すでに発売済みです。価格2900円です。前に発売していたモデルよりも、蓋の部分が大きく変わっています。こういう風に畳んで入れることもあれば、なんかガバッとね、この蓋の部分を閉じるファスナーが大きくなっているので、より多くの荷物を入れられるような仕組みに変わっております。ホワイトの柄もね、今季初登場ですね。はい、続いてリュックに変身ショルダーバッグ、こちらも店舗によってもすでに発売済みかなと思います。価格が1900円、ショルダーになると5リットル、リュックになるとなんと14リットルというね、大きく、変形するバッグになってます。本当にね、シンプルなデザインがいいですよね。で、まあ旅行先なんかで最初はショルダーで使ってたけど、ちょっと荷物増えてきて、お土産なんかも増えてきたからリュックにしちゃおうなんていうね、使い方もできるかなと思います。続いてジョイントバックパックアーバンエディション、価格が4900円です。こちらタウンでもアウトドアでも大活躍の新しいジョイントバックパックというところで、表面の生地がリップナイロン 100% と耐久撥水機能もついております。フルオープン仕様で、そこには防水のポケットも内蔵というところで、すごくね、あと他にこういったお財布であるとかサコッシュのようなものをジョイントして使うことができるのも嬉しいところです。ちなみに、お財布の方がジョイントウォレットが980円、サコッシュ、ジョイントサコッシュが980円となっております。続いて防水シリーズの防水ポストンバッグ1900円です。展開カラーが、カラーの感じ変わりまして、ブラック、グレー、グリーンの展開になっております。あとこちらがリュックですね、メッセンジャーバッグ、価格が2900円となっております。こちらも同じくグレー、グリーン、ブラックの展開、ロールトップで2層構造による完全防水のリュックです。こちらは防水ワールドウォークバックパック、価格が、3900円です。9月に発売予定となっております。こちらですね、なんとリュックとトートの2ウェイで利用できるバッグになっておりまして、さらに完全防水というところで、内側には PC ポケットを搭載もしております。こちらのポーチ部分はリュックに取り付けて使うこともできますが、外してショルダーストラップをつけて、ショルダーポーチのようにね、利用することもできるということです。ワイドに開き出し入れ楽々、ファスナーポケット、キーループもついております。こちらはコーデュラカジュアルデイバッグ、価格が1900円。こちらもコーデュラを使っており、 YKK のファスナー
大きくガバッと開くダブルファスナーに、パソコンが入る PC ポケット、さらに外側にはワイドファスナーポケットもついており、もう本当にね、あのザ・シンプルな感じの、なんかワークマンらしいさもね、ワークマンバレもしにくいような本当にシンプルなリュックになっております。はい、続いて帽子の種類でございます。今回もこういったフラップキャップ的なものもね、あの何種類か出る感じになってます。生地感もね、コーデュロイのようなものだったり、防水生地のものであったり、かなりね、あの多種多様に、もう本当にワークマンはね、意外と帽子屋さんのように、あの帽子の取り揃え多くなっております。で、結構ね、他のメーカーさんだと帽子って意外と高かったりしますけれども、ワークマン本当、980円とか、あとこれが多分1900円ぐらいですかね。ちょっとあのごめんなさい、お値段が、あ、そうですね、1900円のイナレムの、防水ウォームフラップキャップですね。はい、あとこういったもうなんかちょっと前の方にもふわふわがついている暖かそうな帽子であるとか、かなりね多種多様に今回も用意がございますので、お気に入りの帽子が見つかるのではないでしょうか。あとこういったボアタイプの帽子であったりだとか、あと他にもですね、こういったまあシンプルなニット帽も今季も引き続き発売です。フリースのネックウォーマーは安いものですと250円から展開がありますので、お値段が安いのもワークマンならではですね。はい、あと新作としましては、スウェード風の肌触りで、さらに撥水と中綿が入っていて保温性もあるシリーズが出ています。撥水スウェードタッチマフラーはなんと980円というお安さになってます。ちょっと高級感もありますよね。あとスウェードタッチのキャップが980円だったりと、まあいろいろとね、あの展開も多くなっております。はい、というわけで今回はですね、ワークマン2024年秋冬物のシューズと、あとバッグや小物類をご紹介いたしました。今季もね、本当にワークマンらしい機能性とお値段の安さにこだわった商品たくさん出てまいります。で、秋冬物は8月から徐々にお店に入っていきますので、ぜひ私のねチャンネルをフォローしていただきますと、店内レポなので、あ、この商品入荷したんだなんてよくわかりますので、ぜひぜひチェックお願いいたします。他にもね、店内レポの他に秋冬物の新作もどんどん紹介していきますので、ぜひお楽しみにしてください。今回の動画が良かったよという方は、いいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。